進出久保。そうっすね。もう久保メインで作っていった方がいいと思いますね。早い段階で。じゃあ久保中心に作っていくってなったらどういう選手がどこに欲しいかっていうところ。で、久保メインで作るってことは日本人メインで作るっていうことですよね。結局久保ってこう、日本人の理想の選手像というか、身長も高くないっていう中でテクニック重視で、機敏な選手で、ドリブルの子っていうのもありながら連携ができてっていう選手ですから、体格的にもね、日本人の標準的な体格してますから、そういう選手たちで構成されるサッカーじゃないと日本は勝てないでしょうね。何年に一回の逸材みたいな大型フォワードみたいな出てきてもその選手がいたからっていうだけであって、まあそれはギャンブルみたいなもので、やっぱ固くいくためには日本サッカー全体のためには久保メインで作った方がいいんじゃないかと思いますけどね。久保ゼロトップで使うのは、久保ゼロトップで使うっていうのはもう私も推してますし、一番いいと思いますね。日本人のサッカーに一番向いてると思います。